久保さん今回、あの、ひろとくんの日にしましょうか。はい、あの、最近ですね、あのー、ちょっとひろとくんが出てきまして、あのー、まあ、僕の10月1日に新商品でね、R の思考っていうのを出すんですけど、まあ、モニター販売、モニターでこう、もうすでにね、利用してる人がいて、まあ、コメントを書きまくってくれてる人がいるんですよ。で、まあ、コメントがもう、 その人が、モン吉さんって人なんですけど、あの、480か、ぐらい、こあの、アウトプットしまくってるんですね。で、その子が、なんか、動画をね、あの、なんか、あの、公開してくれて、みな、みんな頑張ろうぜ、みたいな。で、初めて顔見たんですけど、ヒロト君みたいで <laughs>、それをネタにしたんですけど、 で、まあ、久保さんもね、昔、ヒロトくんのなんか教材方みたいな話をしてたような気,気があるんですけど、僕もね、10年前かな、結構昔にね、大阪のなんか集まりで、ヒロトくんがいて、あの、ちょろっとは会話したことあるんですけど、うん、クールでしたね。<laughs> うん、で、まあまあ、寿司職人の話をしてますけど、 僕はヒロトくんがすごいなと思うのが、もう YouTube 彼も始めて10年ぐらいもやってるんですよね、確か。で、未だに、あの、撮影場所変わらず、未だに札束ブランディングをしてるっていうね。<laughs> あれ結構すごいなと思います。要は何かっていうと、まあ、結果がね、出ることを突きつけ、積み、突き詰めてるってことですね。だ寿司職人の話がありましたけども、あの、なんか変なプライドですよね。うん、別にその、 寿司職人が握らなくても、お客さんがうまいと思って食えればそれでいいんじゃないかなっていうとこですよね。だけど、いや、寿司は手で握るものだみたいなね。なんかそういうプライドが邪魔してたんじゃないかなと。ただ今はね、だいぶ変わってきて。だからまあ二極化ですよね。うん。本当にその寿司職人でカウンター越しで握る寿司っていうのは、 多分その、寿司ローでは食えないような、本当にもう、ブチ高いっていうね。だからもう、ブチ高いか、安い寿司かっていう、この中間層がもうなくなってきたんじゃないかなと思うんですよね。うん。だからまあ、逆に、うん、でも今一番支持されてるのは、寿司ローとか、そう安いね、寿司なんだけども。まあ、基本的にその、 なんだ収入が高い人っていうのは一部なんで、一部のパイを狙う、狙うのか、それとも大きいパイを狙うのかっていう。でも、もう大きいパイの方が、まあ、売り上げは大きいんで、大きいですよね。でも、こっちは、まあ、数は少ないけど単価が高いんで、まあ、持ってるって話なんだけども。まあ、どっちでいくか自由なんだけど、やっぱ、プライドっていうのは、あんま、いらないのかなっていう、思いますね。うん。 なんだろうな、うん。結果が出るものを突き詰めるっていうことが僕は大事かなと思いますね。結果が出てるんだったらそれを突き詰めるっていう。だからまあ、ひろとくんもね、あのー、まあ、あれで結果が出てると思うんで、まあ、ずっとやってるわけじゃないですか。<laughs> ま久保さんも構わんないですよね。まあ、同じ場所でずっと、あそこの定位置でね、ずっと多分、10年後もあそこの定位置でね、まあ、家買っちゃったしね。 多分ずっとあそこの場所で撮影して風景変わらんと思いますし。もうそれで結果が出てるわけですから別に変える必要ないし。僕も別にその今のやり方でね、まあ結果が出てるので、別に変える必要もないし。うん。だからこれからなんか編集、がっつりしてね、どのこのっていうのは多分もうほとんどなくなってくるんじゃないかなと。多分ね、今年に入って編集した動画があんのかなぐらい、それほとんど編集してないんで、ノー編集でこれからもね、 あのやりますけどうんだから結果にこだわる。結果を出,せ出し、出たものを突き詰めていくっていうのが結構大事かなっていう。そこそこにその、うん、だから家庭にこだわらないっていう。過程ももちろん大事ですよ。家庭も大事なんだけども、その過程がじゃあ結果になってんのかっていうところで。いや、なってないんだったら、うーん、結果が出るものにフォーカスするべきかなっていうところですね。うーん。 ただこれもね、まあ、いろんな考え方があるんで、今は結果が出てないけども、そのうち結果出る場合もあるし、やってても結果出ない場合もあるし、ど、何が正解なのかわかんないんですけど、まあ正解があるとするならば常に結果を出すことを考える。何のためにやってるのかと。だって寿司の、寿司って、まあ寿司の話になると、あの別にその、 寿司職人の自己満で寿司を握るわけじゃなくて結局提供したお客さんが美味しいっつって喜んでくれるかどうかが多分全てだと思うんですよ。もちろんなんか寿司職人コンテストで寿司職人でなんか綺麗に握ってそのコンテストがあって大会とかがあってそれで優勝すると賞金がもらえますっていうことだったらいかに寿司を綺麗にデザインしていくのかとか綺麗、えー、に握るのかっていうところで 飯を食っていく。お客さんに提供するんじゃなくて、それを見せるものとしてやっていくんだったら別ですけども、まあ基本的に何のために寿司を握ってんのかっつうと、お客さん、目の前のお客さんに寿司を提供します。美味しいって食ってもらう。多分それが本質的だと思うんですね。ただ、例外として寿司を見せるもの、コンテストでその賞金稼ぐとか、そういうもしジャンルがあるんだったら、また別の枠かもしれないですけど。だからそう考えると、 じゃあ、お寿司の本質って何なんだろうって話ですよね。うん。お客さんに美味しいものを提供する。喜んでもらう。多分、これが本質だじゃないかなと思うんですよね。で、そこの本質から、寿司職人のその頑固な考え方っていうのは、もしかしたらずれてるかもしれないですよね。うん。まあ、時代に合わないかもしれないですね。うん。まあまあ、柔軟に考えていくってことですね。